無限映回、今からやっていきます。昨日ね、無限映そうをクリアしたので、続編にして完結編の無限映回をやっていきたいと思います。やばいですね、回を増すごとにこのセクシーさがアップしていくという、もしもう一作あったらもうただの全裸なんじゃないかっていうぐらいの見え加減ですよね、これ。よかった、よかった、今回で完結で。危ない危ない。もう一回やったら絶対2番だぞ。っていうぐらいのセクシーすぎるんだよな。なので、番ならないうちにやっていこうと思います。これで無限映のシリーズは終わりらしいので、楽しみです。あれ、コントロール裏、OK。このゲームは無限映シリーズ完結作となります。前作未プレイの方は前作からプレイをお勧めします。またこの作品は無限映そうの続編として話が進んでいきます。プレイ済みです。みんなもちゃんと見てくれたよね、昨日の放送。まだ動画はまだなんですが、この作品はフリーゲーム彼女の最大のネタバレを含みます。未プレイの方はネタバレご了承ください。彼女もね、あの短編フリーホラーゲームなんですけど、それもね昔生放送でクリアさせていただいた記憶がありますが、内容の記憶は全くないです。なんか結構怖かった気がします。一部突然の脅かしとあります。苦手な方はご注意ください。覚えてる人は覚えてるかも。キマチョリいらっしゃい。昨日見てないですか？よければじゃあ動画投稿したら動画をと合わせてみてください。お願いします。ご自身でプレイするのもありやで。分かっていた。いつかはこうなるだろうと。見てない方はあの想像力で補ってください。だから誰も。どうしたコロちゃん、かわいい。なんだ、雨降ってるから泣いてるのか、クロちゃん。落ち着きませんか。なんだ、あ、動かせるんだ、これ。コナンの犯人みたいな。これ、あれだよね、ちかげちゃんの家だよね。セーブ。誰だ、これ。お母さんかな。誰だ。特に調べることはできない。いきなり黒ずくめなんだけど。うん、やっぱちかげちゃんの家だな。何度も見たことあるこのリビング、ちかげちゃん家大きいよな。お風呂入る？入れない。まあ多分ちょ、おっとっとっと、いけんだ、いけんだ。これコナンの完結コナンの完結編はいつになることやら。ちかげちゃんの部屋行ったら終わりそうな気するんで、別のとこ行っていい？絶対ちかげちゃんの部屋行ったら終わるでしょ。ちかげちゃんに近づいてバッみたいな。あ、夢かみたいな。ほっほっほっ、やった、お母さんと添い寝してる。ぐっすり寝てるようだ。ううん、だから右だってば。右からのむにゃむにゃ。あ、だから調べるとさ、うん、スースー、なんだなんだ、なんかのヒントか。宮根いらっしゃい。右から調べる、そういうこと。だから右だってば。いや、だから調べるとさ、なんかの伏線な気がしてきた。お父さん。お父さんは？お父さん喋りかけることすらできない。右から調べか。まあ、でもわかんないな。この謎解けたら解明しましょう。ほら、ちかげちゃんが寝とる。なんかあれだね。ベッドの中心で寝てないのがちょっと違和感ありますね、これね。まあ確かにこれ2マス分だからさ、どっちかによるしかないっていうのはわかるんだけど、どうにか技術でなんかできないのかな、真ん中に寝るということは。すごい偏った寝方してるよね、両親ともに。おゆいらっしゃい。右寄りなんだよな。あ、できるんですか、一応やろうと思ったら。なんかちょっとした違和感が。おっと、なんだなんだ、起きた？ちかげちゃん。だから、3マスのベッドだったら真ん中に寝れるんだよね。2マスだからどっちかに寄っちゃうみたいな。お。すいません、わざわざ。ちかげちゃんだ。おっと？いいって、悪いのはこっちだからさ。新キャラが出てきた、いきなり。なんだ、仮面ライダーの中の人みたいな。イケメンだな。じゃあ、そういうことで、風花には俺から伝えておくから。風花。はい、すいません、ありがとうございました。画風が違いますよね。あれかな、この絵はまた別のイラストレーターさんが描いたやつかな。ゆずちゃむに青いらっしゃい。また何かあったら連絡して。なコラボ作品みたいな感じかな。この探偵、九条太郎、九条でいいよね。九条拓郎か。が、すぐ助けつけるからさ。なんだ。はい。九条拓郎。
かっこいい。ヒデポンいらっしゃい。バイクに乗りそうだね。わっ、神谷くんびっくりした。前回あれだよね、千景ちゃんに後ろから神谷くんが抱きついたところで終わったよね。今の誰？やべえ、嫉妬してるこいつ。前作のいつの日なんだ、次の日。以前お世話になった方で元気にしてるかなって様子を見に来たらしいんだけど。へえ、どうかした？別に怒ってない。別に。先生いらっしゃい。やばいよ、沢尻レリカみたいになってる。ジャイアントパンダいらっしゃい。そう？お前今日キルアいらっしゃい。は？いや、なんでもない。なんだなんだ、ゆえや。お神や、今から遊びに行くけどお前も来るか。いや、いい。結構人付き合い悪い感じ。しとし丸出しですね。いいぞ青春。あんな一匹狼誘わなくてもいいだろ。そんなこと言わなくても、クラスでもいつも一人じゃん。誘ってもいつも断るし。そうなんだ。そんなんだから友達いないんだよ。そうなんだ、浮いてるんだ。ノアの箱舟いらっしゃい。神谷くん機嫌でも悪いのかな。いや、いつも睨まれてるけども、なんかいつもよりまして。あ、そういえばあの時からまともに話してないんだっけ。抱きつかれた時ね。数日経ってるわけか。じゃあこれは翌日とかじゃなくて前回ね。あ、数週間前。私は結構経ってる。結構経ってますね。数週間。彼に告白された。告白されたね。ほら、いきなりだよ。いきなり後ろから抱きついて。お前は何も気づいてないんだろうな。ちょっと待って、何。ほら、手が危ないですよ。千景、俺はお前のことが好きだ。ふわ。正直何が起きたのか分からなかった。屋上で後ろから急にだからね、それ怖いですよ。落とされるかと思うもんね。突然すぎた。結局私が返事できずにいると、何でもないなんて彼は立ち去っていってしまった。何でもなくはないよな、絶対完璧な事案なんですが。罪を償っていきなさい。まずは話するって言ってもなんか気まずいというか、まあ、こっちから話しかけるあれでもないよな。あっちから言うべきですよね。はっ、どうしていきなりあんなこと言い出したんだろう。かわいい。確かに神谷くんは成績優秀だからいつも課題お世話になってたけども、課題のお礼に俺と付き合えよみたいな、そういうことかもしれないよ最低だな。お前の課題いつも見てやってんだから俺に付き合えよみたいな。でもクラスメイトだしさ、弱みにつけ込んでね。さすらいらっしゃい。なんであんなことなっちゃったんだろう。こんなだった。目が開いた。そういえば神谷くん、あの時気になること言ってたな。言ってたよ。みんな覚えてる？俺はもう勇気いらっしゃい。だから頼む、夢の中には入らないでくれ。だから気づいてるってことですよね、千景ちゃんが。一体どういう、お母さんいつの間に。はっ、お母さんいつの間に。あら、ちゃんとドアから入ってきたわよ。ノックもしたし。ほんとか。前回あれだからね、クローゼットから出てきたからね、ピョーンっつって。そうなんだ。珍しいね。ところで何かよ。珍しくちゃダメだけどな。特に用はないわ。早く寝なさいね。あ、うん。おやすみ。ノックするのが珍しいっておかしいでしょ。エモはいらっしゃい。いつから聞いてたんだろう、私の独り言。おっと、なんか光ってますよ。あ、寝ればいいのか。いや、でもちょっと待って。まだ俺はしたいことがあるんだ。このさ、お母さんのさ、このクローゼット俺開けたいんだけど。あ、スマ企画で最近ここに何が入ってるのかなんとなく分かってきた。ちょっと文章飛ばしちゃった。ここ開けたらスマキにされると。ダメこれ。ダメ。右から調べればいいんじゃないの。何が入ってるのこれ。リメイク前は確か開けれた気がするんだけどな。やっぱここの中身を見たければリメイク前の作品をやれというあれなのかな、宣伝なのかな。なんかが入ってて、見たらスマキにされた記憶があるんだよな。お、二人起きてんの。私には寝ろというのに。シカトだ。
シカトだ。シカトだ。あ、だからね、千尋。それじゃあ、千景が困るだろ。何の話だろ。千尋って言うんだよ、お母さん。親子なんだからいいじゃないの。あ、高校からやと。ありがとう。うん。着替え覗いたり、お風呂覗いたり、普通の家族でもそうしないと思うよ。もっと言ってやれ、お母さん。お父さんか。何を、あなただって昔、トーマ大きくなったな、お父さん恥ずかしいよ、とか言ってたじゃないの。トーマ？トーマって誰だ？うん？何が大きくなったのかな？どの時の話かな？あ、そうそう。トーマそろそろこっちに戻ってくるらしいわよ。また騒がしくなるわね。あ、家族いんの？もしかして。弟かお兄ちゃんがいるってこと？話がすごい飛んだね。仕事で2年も単身だったんだもんな。千景も喜ぶだろう。会話成立してないけど、とりあえずお兄ちゃん帰ってくるんだ。マジか。お兄ちゃんいるっていう設定を初めて知った。トーマいるんだね。てっきり3人家族かと。やばい、全部見ちゃった。またごめんなさい。トーマっていうお兄ちゃんがいると、で母は私をシカトすると。どんな家族だ。着替えやお風呂を覗いたりとか意図的なんですね。お風呂入る？トイレ行くか。まあいいや、寝るか。でも最初に寝なくてよかったね。ちょっとした情報が得られた。トーマという兄貴がいるという。もんもんいらっしゃい。寝ます。はい。テスト勉強頑張ってね。会話のキャッチボールできてないね。よく成立してるな、この家族。やっぱお父さんが折れてるのかな。あれ、あ、また夢の世界予知夢。あ、え、ここどこ。左にオウムみたいなのがいるんだけど、公園、見覚えがある。金ちゃんいらっしゃい。まさか、今始まったばっかだよ、まだ。お、動ける。セーブと。最初の黒ずくめは誰だったんだ。やべ、この子話しかけて終わるかな。終わりたくないよ。探索したい。まあ、いっか。よ。女の子。こんな夜に一人で、はしゃいでるよね。お砂か。お砂飽きちゃった。誰か遊んでくれないかな。チラチラ、誰か。俺に言ってる。わ、どうしたの。あ、ごめんなさい。遊んで。いきなり今木田さんいらっしゃい。で、話しかけちゃダメなん。え、嘘。え、絶対話しかけるじゃん、これ。初見殺しですよ。あんな喋りかけるっしょ。え、マジか。マジか。じゃあ、あれじゃないんだな、話しかけるの。これこん中入る？入れないし。やべ、唐突。水でも飲んで。上行けない？え、何が正解？ブランコで遊ぶ？一人で。何が正解？話しかけちゃダメ？え、これ、話しかける？え、でもね、なんか、やることある？こっち行く？あ、行けんのか。行けんのか。うん。これ神谷くんじゃないの？あれ神谷くん。引かれるか、もしかして。キキーって。あんなところに立ち止まって何してるのかな？待って。自殺？神谷くん！トン、トン。引かれた？いや、でもトンって言ってないから。事なきを得た感じ？百鬼夜行いらっしゃい。お？誰かと思えば何をしている。あ、猫。影猫か。影猫って名前な。神谷くんメガネしてない。伊達メガネ。あ、ほんと久しぶりだな。チョコパイいらっしゃい。ここに来るつもりなんてなかったのに。やっぱこいつもあるんだな、その力が。な、影猫。俺たちは夢の中では影の存在でしかない。銃やナイフで死ぬことはないだっけ。ほのし、ありがとうございます。ポノシかな。ありがとうございます。よかった、コメさせてね、主権さん。だが、影の俺たちと現実をつないでいるものは何だ。わからん。魂。あ、確かに銀玉の沖田に似てるね。平治方さん、死んでくだせーって。何をいきなり。バズーカ撃ちそう。死ぬことはなくても、もしこのまま夢から目覚めなかったらどうなるんだ。知らん。